今回はこちら、キムコの GP125 ですね、GP125 2台ね、今ちょっと修理、で、はい、2台ね並んでおりますので、はい、でこちらね、右側にあるこちらですね、こちらは、旧モデルになります。 GP125i というね、日本で初めて導入、2018年に導入されて、ブレーキの、規制ですよね、それがかかるまで、販売されていたモデルになります。そして、こちらですね、こちらは GP125 の VCBS っていうね、前後連動ブレーキを搭載した、モデルとなります。はい、で、まあ、ここパッと見ね、お分かりかと思うんですけど、特に外観は変わっておりません。はい、外観上ですね、変わっているのはエンブレムですかね、ここのところね、前のモデルは何もないんですけど、こちらね、前後連動タイプは VCBS っていうね、エンブレムがついているということになります。はい、その他ですね、パッと見で違うなと思うのはシートですかね、シート表皮が変わりましたね。はい、以前のタイプはこういうタイプ、でも3分割ね、3分割 でここにパイピングが走ってるね、パイピングが走っているタイプ、こちらはただ折って縫ってある感じですかね。はい、でこことここは表皮 この滑り止めみたいなね、表皮で、そしてここはちょっとホンマモンレザーみたいな柄のね、はい、ものになっているということですね。で、ここにキムコってプリント、されて、ございます。一方ですね、VCBS 現行モデルですね、こちらはですね、シートがもうパッと見で色がね、こう分かりやすい、うん、あとここにステッチね、で4分割になりますか、 1,2,3,4 っていうね、だから気持ち凝ってるのかなと思います。でパイピング以前のは要はこうですかね、こういう風になってたのかな、ね、こういう風になるね、うん、パイピング入ってないんですけど、そのね脱いで、ね、でステッチちょっと色がね変えられて、ありまして、ところアクセントになるね。はい、ここの表皮は前のタイプと同じなのかな、だいたい似てますかね、ちょっと違うかな、あ気持ち違うね、同じ柄なんですけどちょっと違う、こっちの方が、あどっちの方が滑る滑らないという話をしてもあれですけどね。はい、でこれは前の横の部分ですね、こう横にこうなった部分と同じじゃないですか、色も一緒じゃないかな、これちょっとこれね、これ柄も一緒ですね。そして、後ろね、ここね、ここはまあここと同じ、表皮を使っているということです。で後ろはキムコはプリントじゃなくてこれ片押しになってますね、キムコってね、ここに、はい、これでこっちの方が少し凝った作りになってるかなと思いますが、どうでしょうか。はい、はい、その他ですね、外観上の違いとしてはこうパッと見ね、見るとブレーキキャリパーですかね、はい、フロントのブレーキキャリパーの色が、違います。前のタイプはね、こう赤ね、赤のこのね、はい、であとここにディスクガードみたいなね、これついてるんですよね、こういうタイプのキャリパー、まあこうキムコって入ってますけどね、一方ですね、新しい VCBS は、黒です。黒、うん、あとねここら辺のこれがただの樹脂のキャップになってますけど、前のタイプは、ネジ込み式のキャップで、2つ締めてるという違いがありますね。あとこのカバーがない。でこれ見たところターセリーですね、ターセリー S125-150 と同じタイプのキャリパーではないかと思います。はい、この作りとかね、うん、だからちょっと変更になってるんですよね。はい、さあそしてですね、違うところというとタイヤサイズが微妙に違います。あとホイールの形状と言わないですかね、ホイールのここのディスクの枚数っていうんでしょうかね、はい、スポーク部分みたいなその部分が、変更になっております。タイヤサイズはですね 3.5010 っていうのが、初期モデルになります。そして、現行モデルの VCBS は 100-9010 っていうねミリサイズのものに変更になっております。まあ、基本的にね外形ほとんど一緒なので、まあ、互換性はあるんですけど、はい、タイヤのサイズね、このタイヤ自体も変わっていると思います。でこちらはですね一回変えてるんじゃないかな、一回変えてたらもうこれはね違いますから、はい、あ一緒、あ変えてないよ CST だ、あこれがだから標準のタイヤですね、はい、旧モデルの標準のタイヤのタイヤパターンね、ここに波のみってあって両脇にこうね V 字型に出て、でちょこ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 っていうね、柄が入ってるという感じですね。はい、で一方ですね、新しい VCBS はまあここね、まあ、波でビーってあって、でやっぱりここもただここまっすぐじゃなくてちょっとこうカーブをね切ってありますね。あとまあちっちゃいのピピピ
バルね、うん、そういうものになっております。はい、で、ホイールです。ホイールもね変わりましたね。前のモデルはこういうね、はい、まあ、もちろんこうあのプロペラ状っていうんですかね、はい、プロペラ形状みたいなあの扇風機とかね、みたいな感じのあれなんですが、1、2、3、4、5本だったんですよ。でここの隙間があんまりなくて、だから U 字ロックとかワイヤーロックかけるのがあんまりね得意なあのものではないと、ちょっと使いづらいっていうね、部分があったかあったんじゃないかなとね、思います。はい、で一方ですね、新しいこの VCBS、 こちらはですね同じやっぱりこういうねプロペラ形状なんですけど3本になりました。はい、3本になったんでこうね広いんでここにねあの入れやすい、うん、そんな気がいたしますが、どうでしょうか。で実はですねこれ昔キャプチャーとかねそういう車両があったんですけど、そのタイプに戻った感じですかね。キャプチャーは確か3枚だったんですよね。はい、で色はまあシルバーとかでしたけど、まあ、これは黒でね、うん、そういう違い、まあ元に戻古いのに戻ったっていうね、そんな感じがいたしますが、どうでしょうか。はい、で、GP125 も最初の方はですねここの白いステッカー貼ってあるんだけど、これだと分かんないじゃないですか。だから途中からねここに黒枠が入るようになりました。で VCBS はだからまあ初めからこう黒枠が入っているとね、識別するためのものですね、がついているということですね。はい、フロントフォークとかは特に変わってないのかな、うん、そんな感じがいたします。まあ、ミラーとかも一緒ですよね、ね、これでこちらが現行で前後連動タイプですね。はい、まあ、ヘッドライトとかも特に変わっていないと、思います。あとメーターですかね。メーターも、まあ、グリップとかね、まあ、このハンドル周り、うん、これが旧モデル、ね、そして、VCBS モデル、ね、はい、これね、グリップ、一緒です ね、これね、うん、まあ、鈴木もこのグリップ使ってますけどね、いっぱいいろんな写真使ってますけど、はい、でメーター周りのデザインも基本的に一緒、うん、特に変更はございません。はい、あとですね、違うとこっていうと、まあ、USB もね、これも一緒ですね、これね、USB、ね、旧タイプついてます。で旧タイプはですね、ここに、ま、特に窓とかないんですよ。ね、何もないんですけど、新しいタイプはここにカバーがあります。はい。で、このカバーでブレーキのマスターの、まあ、要は液量ですね。これをここで見るっていうね、そういう作りに、なっているということでございます。はい。ということで、まあ、これね、これ旧タイプなんですけど、こちら、こういうふうにね、形状がこうボコって出っ張ってるんですけど、なんでこれ出っ張ってるかっていうと、ここにマスターシリンダーね、フロントのブレーキのマスターシリンダーっていうものが入っております。はい、ですのでここはちょっとねこういう形状になっているんですけども、こちらですね、VCBS という新しいタイプもこういうふうに、まあ、同じカバー使ってるってことですね。ただここにはねマスターシリンダー入ってないんですよ。はい、だからこれ別にもっとこっちと同じようなねスラントにしてもできると思うんです、入ると思うんですけど、はい、でこう握った感じがですね気持ちいい。こっちはね結構ディスクブレーキの握りなんですけど、こちらはですねワイヤーを返しているので気持ちちょっとねドラムブレーキっぽいタッチがありますかね。はい、それでケーブルでこう持ってきてマスターシリンダーここにあります。はい、で、後ろのブレーキを握ってもマスターシリンダーを動かして、前が効くとね、そういう仕組みになっていますね。はい、まあ、そういう違いがあります。だこう触った時にねブレーキのタッチが違うっていうのね、はい、まあ、特徴かなと、うん、思います。はい、あとですね私こうちょっといろいろね実はですね VCBS 新しいタイプはですねもう1年ぐらい経つと思うんですけど、これ1台しか私触ったことないんですが、形状としてね違うのはねここドライブケースの形状が明らかに違います。はい、旧モデルはねこれ樹脂なんですよ。これ樹脂で、そしてここにねゴムのパッキンが入ってるっていうね、うん、そういう作りになっております。ちなみにギアオイル量はね 0.1 かな、ね、0.11 リットル、110cc ですかね、これね、になっております。一方ですね、VCBS こちらはですねケースが金、いわゆるアルミですね、アルミ製のケースになっております。そして、オイル量も 0.18 リットルということで 180cc ギアオイル、だから多いですよね明らかにね、うん、だそういう違いがありますね。でブレーキの後ろのブレーキの作りも変わっております。リターン用のスプリングがこういう風にかけてあって、まあ、このカバーは大体まあ似てますけど、まあ、上側をねで動かすっていうのも同じなんですけど、リターン用のやつが前にこう入ってるんじゃなくて後ろにねこう引っ掛けて、入っております。はい、VCB 一方ですね旧タイプ、はスプリングがここに入ってて
ね、ここら辺はシンプルです、すっきりして。で、ブレーキのドラムの大きさも違いますね。はい。こっちの方が小さい。前のタイプの方が小さい。で、前後連動タイプの方が大きいものを採用しているということで、ございます。はい。こちらはね、新しい VCBS の方なんですけど、このケースですね、キャプチャーと一緒ですかね。はい。これ私はキャプチャーのものだと思います。で、ガスケットは紙のタイプになります。なので、こう、点検とかで開けた時に、まあ、切れちゃう可能性あるんで、やっぱりまあ、ここら辺は交換するしかないですかね。その度ごとにね。はい。まあ、そういう部分があるかと思います。はい。ですので、こう、ちょっと違うんですよね。エンジンが、もしかするとベースが違うっていうね。はい。うん、そういうことなのかもしれないですね。はい。あとですね、私はちょっとこう動かしてて気づいたのは、センタースタンド違いますね。センタースタンドは。これ Q タイプね。Q タイプは、こういうね、細い。結構細いんですよ、こう。で、結構ね、こう、外側に、はみ出してるんですよね。はい。起こすとわかるんですけど、この辺にあるかな？上から見てね。で、こう、結構この間の、隙間があるんですよ。一方、VCBS の方は、ここがね、うん。補強が入ってる感じですかね。パイプの上にこう全部こう覆ってますね。はい。ちょっと太めに見える。うん。で、さらにですね、こう上から覗くと、あんまり飛び出してないんですよ。これ。うん。だから、多少バンク角も違うかもしれないですね。前のタイプはよくするっていうね、左にね、バンクさせるとね。はい。特にブレーキングとかしながら、ちょっとこう傾けていくと、うん、擦りやすいようなイメージありますけど、こっちどうなんですかね。うん、もしかしたら多少ね、改善されているのかなと。うん、そんなことを思ったりしますが、どうでしょうか。はい。あとマフラーはね、こんな形状なんですが、まあ、エンジンがね、やっぱりこう、ベースが違うみたいで、うん。まあ、例えばファン形状ね。で、これここに、カバーをつけるための、穴があったりしますけど、まあ、こんなデザインですよね。一方で、VCBS、のデザインはこういう感じです。まあ、でもここも穴があって、似てるんですけど、やっぱちょっと違うんですよね、これね。Q タイプ。Q タイプ、横ですね、全部ね。フィンがね。横に切ってあります。こっちはですね、なんか放射状っていうんですかね、雪の結晶みたいな、うん、こういうね、うん、そんなような形状になってますね。はい。マフラー自体はあんま変わってないような気もするんですけどね。ただエンジンがベースが違うっていうことであれば、マフラーもね、多少変わっているのかなと、うん、そんなことを思います。で、後ろもそうですね、ホイールはこちらはね、3本形状、フィンね、3枚で、ここが結構スカスカのね、タイプに、で、あとここの中で幅が狭いのかなね、こっちの方は、はい。Q タイプは、やっぱね、この5枚タイプ。ね。隙間があんまりないんですけど。うん。その代わり、ここですかね。ドラムとリムまでの幅はこっちの方が広いんじゃないかと思いますね。はい。まあ、そんなようなね、違い。うん。があります。タンデムステップとかは一緒。はい。あと、メットインとかも一緒ですかね。うん。あと、リアのこの、キャリアを置かれているウィング。ね。これも一緒。はい。っていう感じでですね、見ると、いろいろ違うんですよね。はい。ただ前後連動になったっていうだけじゃなくてね、うん、細かいところちょっと変えてきてるみたいですね。はい。ということでですね、現在ですね、販売してるのはこちらだけになります。はい。前後連動タイプね。はい。ただ、まだメーカーに在庫がないかな。うん、生産が遅れてるって言って、なかなか入ってこない。残念ながらね。はい。で、この間試乗車ありますかっていうね、問い合わせもいただいたんですけど、ちょっとですね、このいわゆる前のタイプと違いますからね、こちらはちょっとないんですよね。はい。ですので、まぁ、ちょっと、キムコジャパンの方に聞いてくださいってね、どっかあるじゃないかと思うので、ね、そんな、ちょっと、はい。うん。まぁ、多分大体、うん、基本的にはね、うん、まぁ、同じっていうね、感じはするんですけど、うん。ただやっぱり、まぁ、あの辺とかね、オイルの量とか、やっぱりあと、ブレーキのね、大きさとか、うん、そういうのでちょっとこう、少し変わっているので、うん、まあ、作り、云々は、まあ、少しちょっと凝った感じはありますよね、シートのやつもね。うん。まあ、あと、USB ついてるとか、あと、まあ、時計、まあ、ちょっとね、これ遅れるんですけど、うん、結構遅れちゃうんですけど、まあ、時計がついてるとか、あと、まあ、タコメーターとかね、うん。まあ、そういった部分、あと、まあ、キャリアね、オプションで、結局キャリアにしないとつけられないとか、そういうあれではないので、そのまますぐね、このボックスのベースつけられますから、まあ、そういったところでもね、別途お金がね、かかるとか、まあ、そういうことはないので、うん、そのあたりも、うん、
いいんじゃないかね、そんなことを思いますが、はい、ということでですね、GP125 の旧モデルというね、最初のモデルと、前後連動になった新しいモデル、こちらを、見比べてみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、値段が、まあ、途中こちらが値上がりしてね、でこちらになったんですけど、まあでも、まあ、これからこれになったっていうことを考えるとね、多少のまあ値上げはあったんですけど、まあでも内容を考えたら、決して悪くないな、まあ、それでもまだ安い、気はしますけどね。はい、ということで、GP125 の2台ちょっと見比べ